こんにちは、ジェームズです。この度は皆様に謝罪しなければならないことがあります。見てくださればわかる通り、僕のニキビがほとんどなくなりました。僕のニキビを楽しみにしてくださったニキビファンの皆さん、この度は本当に申し訳ございませんでした。実は1年前から皆様に内緒で皮膚科にも通っていて、薬もいただいてたのですが、薬では僕のニキビは全く治りませんでした。しかし最近起きた台風で僕のニキビがほとんど飛んでいきました。皆様、ニキビがなくなっても僕のチャンネル登録を解除しないでください。速報です。何？1週間前に起きた台風で YouTuber ジェームズのニキビが飛んできて、自分の顔にひっついたと被害を受けた女性が警察に行きました。は？女性の顔にひっついたニキビは今からジェームズの顔に返されるそうです。せーの、嘘つけ。そんなんできるわけないやろ。え、待って、これ絶対俺のニキビじゃないって。 All my friends are toxic. Oh, this sin is so rude and always negative. I need you to get a spot my face and be the Oh, my Nikki Nikki.